はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルプネシのピオトです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回やっていくのはこちらでございます。ドンピコ闘技場にてクマフェス開催しております。なので今回はこちらに参加していきたいと思います。それではスタート。現在、伝説アラバイター730でございます。まあカンスト目指して進んでいるその途中でございます。まあね、このやつの前に実は配信でねカンストを目指す配信をしたんですが、あまりにも負け続けて心が折れて、一旦カンスト耐久を別日に回すという処置にとっていてのその間です。まあなるべくね評価を下げないように、こういう動画の時でも評価を下げないよう、最低でも第2ウェーブまでは勝ちたい。おクマさん印のワイパー、私ワイパー好きなんですよ。ワイパー楽しいよね。まあでも初手で来られるとちょっと塗りが甘いな。さあスロッシャーが2人、ワイパー1人のあれチャージャーですね。おっおっうまい、よいしょ。さすがに無理です、あれは。これさあ、あ、当たるんだ。へえ、知らなかった。これは知らなかったな。下向けても当たるんだな。いや、この間別の人がやってるのを見かけてさ、へえと思って。よっと。ふん。オッケー、ナイス。おいらに任せんのかい。ほい。オッケー。ほっ。ほい。ほっ。オッケー。うわー、どすこい、マジか。納品は足りてるけど大丈夫、生きられる、それ味方。ナイス、いいよ。さあ塗ってけ。さあまあいい感じにできた。ワイパーやっぱり走力が高いよな。遠距離のやつはないけど。さあシルターが2人と、スロッシャーが1人、そしてマニューバですね。あれ今回 KO なんでね、こういう場所だちょっと金網が間にある場所が多いので結構場所が制限されてしまう。当たってねえな、あれ。スロッシャーに全部任せるか。おっ、ね、はい、どうで、一緒に塗っていって、これも落とす。 OK、 火力はないからね、塗りは強いけど。ほい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 、うまいよ。オッケー、いいよ、いいよ、いいよ。あー濡れてないか。オッケー濡れた。うわー危ねえ。いい、これ雨降らしたら絶対にちょっと避けたい。これまずいね。ただ納品的なものは足りてるから。オッケー足りた足りた。そういう経緯もあるからあんまり使いたくはなかったんだよな、ね、KO。見えねえ見えねえ見えねえ、金いくらのせいで何にも見えねえ今。さあ全滅さえしなければ何とでもなる。オッケーオッケー。さあボム1個、次マニューバ。通常シューターみたいな出始めしたらマニューバです。
ました。よいしょ。ほい。ほ。あそこに降ってくるのね。了解。残り70秒ぐらいで私は手を使います。次のイクラは私がそのまま直接持っていきましょうか。よっ、 OK、 無限分けは63秒までなんで OK。無限脇の秒数さえうまく避けられれば。さあ無限脇来たね。この無限脇は18秒まで。OK、 18秒までだからまだ出てきます。ボーン、オッケー、オッケー、はい、ナイス、はい、オッケー、ナイス、いいですね。最大限遅延させることで飛ばずに私だけ取り残されることができる。7回くらい、10回スライドできるうちの7回くらいで終わるからね。7、8回くらいで。もうあれだよ、ゾンビ映画とかでさ、俺のことはいい、先に行け、でもそれじゃお前がいいから早く行けつって、そうやって持ってくあのやつ、だいたい後ろの方から行ったか。じゃあさっさと終わらせてあいつらに合流するとしますかねとか言って、すごい強者感出してその後戻ってこないやつ。さあということで2戦目いきましょう。いい感じじゃないですか。マフェセッパ楽しいね。さあということで、マスローポーン、満潮、たまに満潮を見逃してね、ああなる人がいるからって言おうと思ったら案の定じゃん。何が出るかな。パタパッ、あ、バッタリで OK、 ご迷惑をおかけしました。あー惜しい、3発勝手に行ってくれ。いや行ってよ、動くな動くな、フッ、 OK、 突撃、爆弾は無視、ついこれ塗りが、オッケー、無敵でなんとかやり過ごした。まずいね、おいしょ、あー、だがあそこのやべえ、うまい、ありがとう、助かる、足りた足りた足りた、ちょっと避難させてもらおう、ここ。ありがとう、助かったわ。いやー助かるわ。ほえー、第1ウェーブギリギリクリア。次シェルター、クマシェル、まあクマシェル1人のブラスターとスロッシャーとワイパーだね。
まあスロッシャーいるからぶっちゃけあんまりキャノン入る必要はないんじゃないけど、まあ入っても入らなくてもぐらいかな。塗っとくわ。はい、攻撃はしない。てか私の方を撃ってくれませんかね。あぶね。おー、うまい。そこ柱立てられるとすげえめんどくさいからありがてえ。うまいよ。まあよいしょよいしょ。わけ濡れた濡れた。なんで片パがこんな残ってんだ。やべ、あぶねー。こわ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 、あぶねー、やばいやばい。どこいる味方。いやー、くっそー、間に合ってない。どこにいたんだ味方。最後、いやーマジか、いやーマジか。キャノンなのになぜこうなった。いや絶対片パだろうな、絶対片パだと思う。片パの発動で誰が巻き込まれたでしょう、多分。いやー、ヘビの処理ができてないから私も無理だし。いやーきついねー。それぞれの特性を把握してても、あの場合、さっきの場合は誰が回収に行くべきだったかっていうと、まあワイパー確定で、でまあその他キャノンに入ってる人が多かったから僕回収行ったけど、スロッシャーもね別段短期で行ってもいいはいいんだけど、スロッシャーはね短期でやる場合回収がネックになるんだよね。キャノンと同じだけど、あいつほぼインクの消費量が重たいっていうデメリットはある。その代わりいいことはあれなんだよね、キャノンはとは違って肩パッドをそのまま落とせる。待って、なんか重くない？こんなに僕周りぐるぐる回ったの久しぶりに見たぞ。さあ第3戦目気合い入れていきましょう。第2ウェーブまでは勝ちたい。そのためには私も死ぬ時にはスペシャル使えるようにしましょう。とりあえずこっちだよ。うわぁ、ぶっちゃけブラスターでもマニーバーでもどっちでもいいんだわ、どっちかが入ればね。 OK、 ナイスパンパン。とりあえずインクを回復させーの。あたぱ、そこいるね。 OK、 ちょっと狙われてる隙に、よいしょ、狙われてる隙にねちょっとだけ回収いきましょうや。よいしょ、インクを回復。まずいね、やばい。これは私、いやキャノン邪魔すぎる。お前物理的な判定あんのかよそれ。よいしょ、くそ。いや、納品数的には足りる。あとお前よ。いやタワー、奥のタワーにやられたけど、まあ OKOKOK、 あと OK、 ナイス。
ナイス。壁塗りがちょっとおろそかですね。まあ最初が満干潮だったからしゃーないとして、さあ特殊ウェーブ来るよ。クマスト特殊キリ、何が来る。普通になんかダイバーの音がしたな。オッケー、ナイスダイバー。さあ落としちゃうか。あ、そしたら行く。いや待って、あそこ、よいしょ、間に合った。マジか、やべえ。よりにもよって大丈夫か。ナイス。よいしょ。ナイス納品。よいしょ。カニで良かった気もする。テオでも良かったけどさ。さあ鍋豚、もう全力で塗り返せ。ここら辺鍋豚来るまで時間かかる。オッケーオッケー、助かる。あ、タワーは絶対崩せ。オッケー、しまった。よいしょ、危ねえ。行け。よいしょ。おお、いっぱいいる。ヘビ、僕がこれ狙ってんの。やべえ、ありがとう。おやべえ、マジかよ。にゃん、お前返す返す返せ。いや、そもそも一つじゃ足りない。いやー、処理が滞ると途端にこれだね。きついですわ、ここは。たまに忘れるけど、鮭はそうだよね、潜伏っていうものが、まあしたことないけどそういうことなんだよね、基本。いやー悔しい。これデスが多かったのはそうだけど、第2ウェーブは勝てたから、結果としてまあ3戦合計プラス10だから、まあ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 、めちゃくちゃやばいってことではないけど、めちゃくちゃやばいってことではないけど、うわーって感じ。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。いやー、カンストまでいけるかな、頑張りたいと思います。それではじゃあね。